なんか写真で見るより幼いね。幼いですか。うん、私いろんな人にいつもなんかすごい老けて見えるって言われる。うそ。でなんかアメリカの中学生みたいな。あれ悪い。褒めてるから。はい、今日は視聴者改造企画第5弾です。今日は19歳の春菜ちゃんに来てもらいました。よろしくお願いします。なんか春菜ちゃんってめちゃめちゃハーフ顔じゃないですか。なんか私は写真見た時にハーフかなと思って、でなんか本当イギリスとかそっち系のハーフに見えたんだけどなんかアジアではなくて違うところのハーフに見えたんだけど、で本人はまあ海外系も好きでいつもそういう感じのメイクしてるんだけど、韓国系もやりたいなと思ってやった時全然できませんでしたっていうことで相談を受けたので、私がちょっとハーフ系の顔でも韓国っぽくなれるのか今回メイクしていきたいと思います。はい、お願いします。春菜ちゃん好きなアーティストとかいますか。BTS が1年ちょっとぐらい好きです。誰が好きなの。最初はテヒョンからだったんですけど、今はもうテヒョンって誰。あ、決めていってて、あ、テテ、はい。で今はもうジミンちゃんとジンとテテ、もうちょっと選べないちゃった、ナムさんとかも好きです、ね、でもみんなかっこいいもんね。選べないんですよ女の子とかだったら、まあ、海外でも韓国でも。海外だったらなんかあのビクトリアシークレットのモデルさんとか、うん、あとは女優さんとか、うん、好きです。え、ちょっと待って、留学してたんだっけ。あ、いや、あの1ヶ月だけなんかマルタっていうところに1ヶ月だけ。マルタってどこ。イタリアの下のなんかちっちゃい島で、東京都なんですけど。それ何語喋るの。マルタ語なんですけどみんなも英語喋れるからみたいな、うん、英語で出てくる。で、じゃあ英語ちょっとできるってこと。いや、やってとは言わないけど、あ、ちょっと、ほんのちょっと、もう全然1ヶ月だし、うん、あれなんですけど、まあ、勉強してて、今も勉強してて大学やめたので、うん、あ、そうなんだ。なんかちょっと喋り方が片言みたいになってるから英語できるのかなって今思って。ちょっと英語はできますとかさ、私はちょっと韓国語できますって言ったらさ、じゃ喋ってみてよとか言われない。本当にそうなんですよ。でもさ、それさ、なんかさ、喋ってお前らわかんのみたいな感じじゃない。まあ、英語とかだったらまださ、みんな中学とかが勉強してるからわかることはあるじゃん。韓国語なんかさ絶対わかんないじゃん。私が何言ってもわかんないじゃん。なんで喋んないといけないのって思う。わかります、ね、じゃあちょっと早速やっていきましょうか。そうなの。私もそうだったよ、もともと韓国系と他のとこですか。私専門の時、なんかギャルが髪を描いてたのね、うん、じゃあみんななんていうの、なんか可愛い系スカート履いたりとかしてたけど、私スカート履いたことなくて。あ、そうなんですか。制服でしかないぐらい他のとこも。私もそうです。そう、なんか今なんかスカートとか履くようになったからみんなびっくりされる。
めちゃくちゃボーイッシュだった私、刈り上げとかしてたし、そう金髪とか、なんか全部のようにやった そう、全然想像つかないです。そうなのよ、なんですけどハンタカなんだケロっていうのが可愛い。え、なんですか？ケロって言ってるから可愛いじゃない。そう、さっきからそれでなんかちょっと海外なんか英語喋れるのかなと思った。え、そう、やばい、気づかなかったです。可愛い、それが。どうしよう。多分言われると思うけど。あー立ってるね。ハンデラチンとくらいで。見える？私韓国人みたい。本当？あ、すごい。私マジでみんな毎回可愛いからさ、なんか可愛い子ばっかり選んでませんかって言われそう。全然私可愛い子を選びたいとかそういうつもりないけど、やっぱ可愛いんだもんな、みんなこと。しょうがないな。あ、可愛い可愛い。ああ、なんか私すごい女の子みたいですね。え、いいじゃん。これで多分着替えたらめちゃくちゃ変わるよ。え、待って、女の子みたい。いや、私韓国人だったということで返信完了しました。どうですか？すごい、もう別人みたいです。私がね、今回はるなちゃんのなんかまあすっぴんとかもともと送ってもらってたんだけど、眉毛がやっぱり特徴的だったから、海外系でそれを並行できるかどうかめちゃくちゃ怖かったんだけど、いけてるね。並行になったでしょ。並行です。うんうん、雰囲気すごい変わります。そう、あとアイメイクももっと目が大きく見えるようにバッチリアイシャドウもして、ラインも引いて、リップは赤系で、で服が結構大人っぽい感じになったから、韓国っぽくなったかなって思うんだけど、どうですかね皆さん。盛れる盛れる、すごいですね。てかカラコン入れた方が良くない？それ思いました。うん、思った？思いました。そのカラコン似合ってるよ。思いました。やっぱちょっとこっち向きが似てるかも。うん、それそれ。なんか今どこ見てるとか可愛い。ちょっと待ってみて。じゃあ次回第6弾もお楽しみにしてください。はるなちゃん、ありがとうございました。ありがとうございました。